ソビソビファー。他はそれ歌を歌ってください。無理。本場の花祭りに怒られるから。これ花祭りって曲ね。期待してる。いくら私でも、人に受け入れられるものと受け入れられないものは知ってる。本当？で、お前にだったら嫌われてもいいと思ってる。あ、そういうことか。うん。そうそうそう。もはやね、残された道は一つしかないから。いや、いっぱいの選択肢はあると思う。現状維持か、破局か、どっちかだよね。じゃあ現状維持にしようか。でもお前の前ではもう怖いものはないんだよね。あ、でも現状維持がもう限界点を突破してるってやつか。破局？あー、なるほどね。破局ですか。破局ね。うん、え、そこまで来ちゃった、うん、俺とお前の関係は。うん、俺がこれ以上あれだよね、狼藉を働くとそうなるよね。あ、自覚はあるんだ。うん。やりすぎてるかな。恥じらいという言葉はね、いつ落としたんだろうね。でも知る限り出会った頃がなかったかもしれない。よく言う。ありました。そういうこと言う？ありました。そういうこと言っちゃう？恥じらいありました。あらあら、そういうこと言っちゃう？え、じゃあ、いつ頃落としたんですか？現地取っとこうかな、今の。え、録音していい？あ、別に今のは録音しても。あ、してるよね。あ、してる。現地取ってるですか？うん。そういう風に思われてたか。はい。やべえ、ホルクローレ聞きたい。まあ、近所のね、うん、デパートで。百貨店ですよ。百貨店か。うん、百貨店でなんか来てたんですよね。そうだったの。めちゃめちゃ音響良かったです。あ、うん、ホルクローレって多分さ、日本人好きな人多いんじゃないかな。あ、ちょっと哀愁漂う曲なのよ。多分ね、民族音楽だもんね。そうそう、まあ有名なところはあのコンドルが飛んでいくとかなんだけど。デレレ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 、さっき私が歌ったのは花祭りね。ちょ、花祭りちょっとだけ。さっきまでエセ言語で歌ってたんだけど、あまりにもひどいと思ってやりすぎだろうと。前もちょっと話したことあなかったっけ、ホルクローレに。動画にしたっけ、あのマイマイの時でちょこっとだけ触れたかもしれないね。そうかも。そうそう、ホルクローレね、うん、そう、多分もともと走りは、うん、皆さんでもコンドルは飛んでいくって小学校とか中学か何か音楽で習ったでしょ、リコーダーでやったでしょ、うん、ファッファッファー、そうそうそう、チャララ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 ボン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 、新しいね、ボイスパーカッション。ほんで、一応もっと脱線するけど、デパートで聞いてたんですよね。うん、そう、あの違うのよ。たまたま買い物に行って、うん、でちょっと本屋に寄りたいなって思ったの。はいはいはい、はい。3階に上がったらさ、うん、なんかこうケールの音とかが聞こえるわけだよ。ケールってそういう音が、あ、音楽器あるんだ。あのちょっとあのフグ系の、はい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 、で、おっとか思って、うん、ちょっとね、すっごいしょぼい特設会場でかわいそうだったぐらいなんだけど、うん、ただあれなんだろうね、あのホルクローレって聞くと、うん、あの山の景色とかがすぐ浮かぶぐらい。途中から行ったのよね、うん、で、あれこれってホルクローレなのかなって言って、うん、南米エクアドルの奏者でみたいな、ちょっと私繋がらなくって、うん、ただ曲を聴く限りはこれなんかホルクローレっぽいなとか思って、うん、でまあそこでいきなり座って聞き出したんだけど、あ、うん、最後から2、3曲のところだったのかな、うん、で最後の曲ですって言って、うん、これ皆さん有名な曲ですみたいな感じで、うん、コンドルは飛んでる、あ、うん、あ、なんだやっぱそうじゃんとか思って、アレンジがね良かったんですよ。そう、コンドルは飛んでいくのアレンジってポップな感じに仕上げ、途中からポップな感じに仕上げてる感じで、乗れるコンドルは飛んでいくって感じだったの。じゃあああいうテンポの曲じゃなくてちょっと早めってこと？うん、あのね、テンポがだから緩やかから始まってアップテンポになってくるって、うん、リズムベース入れ出してっていう、でそのね楽曲がよくって、うん、でももう元々なんかその人は一人で全部、うん、一人だったんだけど、うん、全部の楽器で全部その南米の楽器だから、うん、あの名前がねちょっと分かんないんだけど、うん、まあ聴き終わった後で、うん、いいなと思って、うん、そしたらまたもう一回ね2時間後にやりますみたいな、うん、でもさ、でもそう、ね、私もお家帰って飲みたいしとか思って、うん、まあ2時台だったんだけど、うん、そう、迷って、うん、でも、そう、ああ、でももう一回行ってみようかなって、うん、2回聞きました。じゃあ1回家帰ってからもう一回行ったってこと？そうそう。すごいね。聞きに行っちゃったのよね。CD 買った？買った。
あ、じゃあ聞かして聞かして。うん、車にある。さすがに流せないけれど。でもただどうだろうな、その生演奏のアレンジとはちょっと違ってたね。ああ、じゃあちょっとがっかりした感じ。がっかりはしなかったんだけど、うん、まあライブで聞くのとは違う。多分ね、そう CD の音源が、うん、やっぱそんなになんか自費出版みたいな、自費出版じゃなくて、そうそう、自費制作レーベルみたいな感じだから、多分生で聞いた方の音源の方がすごい良かったの。なるほどね。うん、だから、うん、であのコンドラとリブって多分奏者によってアレンジが全然違って、うん、私もともとその音楽の教科書で聞いた以来は、うん、サイモン&ガーファンクルが、あ、好きだよね。そうそうそう、あれは歌詞をつけて歌ってた、うん、だけど、このそっちではない楽器だけの演奏を、うんうん、のコンドルは飛んでいくとかフォルクローレっていうのも CD とか何枚か買ってるんだけど、うん、あのやっぱ演奏者によって全然そのアレンジが違って、うん、もう好きは好きなんだけど、ちょっとトイレ行っていいですか、なんか、うん、パンパンになってきちゃった。コンドルはコンドルコンドルなんかセミが羽化してるって、これから羽化するのらしい。いいね、うん、いいじゃん。セミの羽化見に行ってくるか。羽化を見に行ってくる。うん。こ、う、れ、ん、で朝までに羽赤しっかりしてさ、うん、飛び立つんだ。飛び立つ。